はい、こんにちは。絵本道の早川豊です。民話や昔話、それらはちゃんと語り部の方のお話を、一言一句採取して絵本にする。それが正しいやり方というのは、僕もその通りだと思います。この数歩の白い馬、モンゴルの昔話を採話したというふうに書かれていますけど、実はね、この話、モンゴルの人はね、誰も知らないんです。なぜなら、この大塚雄三さんが創作しちゃったから。